こんにちは、チョメです。今日はガーデニング体験ツアー、南国で育った綺麗な花を使って花壇を華やかに飾るガーデニング体験ツアーです。初めての方も大歓迎します。だから今回もこの初級編と中級編をやる動画にしますね。いきます。よー、週に1回投稿するはやっぱり毎日投稿しようと思ったけど、ちょっと長くなるから動画が。いいじゃろ、いいやろ。多分この動画を投稿してる時はスイッチ出てるかな。飛び盛り動物の森か、わかんないけどね。お、ようこそチョメよ。はい、あ、なんか色合わせるんだったっけ、ゲームね。はい、5分の間にこの花壇を花で埋め尽くすこと。あ、初級編はただ花を持ってきて植えればいいだけか。簡単だね。よーし、だから中級とかなったらなんか種類とかあるんだろうね。ちょっと花の種類覚えてないといけないな。動物の森の時の花屋さんにならんけ。ちょっとこれは効率的よく回ろう。だからもうこうやって Y ボタンで拾っていきます。下には落ちてないと思うからね。ちょっと待って、何マスだったっけ、忘れた。ごめん。数えとかんやけんかったな。花を置ける数。ちょっとミスったな。それはちょっと誤算だな、誤算。だからこの辺のをちょっと拾って持っていくか、まずは。あ、この辺で足りるかな？ちょっとやってみよう、まずは。でも、いや、一周回るか、やっぱり。いや、手持ちがなくなるな。いや、何言ってんだ。この下のところだけ、ちょっとやるわ。この下の大陸ね。だから、あの橋を渡って行く感じにしよっか。よしよし。ちょっと遅いけどね、4分なんぼやけど。あ、手持ちの数とかあるわ。多分持ちきれないとかなりそうだな、そろそろ。それもちょっと考えとかんやけんかったな。あー、やっぱり拾うのやめる。だから、あえてこっちの方に遠く行って、戻りながら拾うっていうのがいいかもね。そしたらまたすぐ拾えるからさ。いやー、久しぶりだからな。初見プレイやからな。初見プレイっていうか昔やってたけどね。こうやって出して、これでいいんかな、地面に植える。ここだったら周りの9マスに植えれるはず、確か。確かだけどね。うん、大丈夫、大丈夫。いけるいける。今のうちにちょっと計算して。あと何個植えればいいかって。ここで植えろう。あ、ちょっと待って。今のうちに上のやつを計算する。6。あと10個か。なるほど。あと10個だよね。10個ね。だからあと9個や。今1個持っとるから。今植えなかったのは、あと2、3、4、5、6、7、8、あと2つ。今植えなかったの、また メニュー画面開いて植えるのがめんどくさかったから、あっちまで行かんでよかったわ。まとめて植えた方がいいからね。2回で終わるから、これだったら。これだったらここを置いて、はい、地面に植える。1個1個植えてまたやるっていうのがめんどくさいからね。大丈夫？あと4つか。ふぅ、終わった。あと角っこにしよう。安全策で。地面に植える。結構綺麗に植えれたんじゃないでしょうか。いやー、一回練習しとけばよかったかな。オッケー。遅う。多分遅い。完全初見プレイにしたからな。3、4年ぶりかな。いや、6年ぶりかな。だいぶ昔。6年ぶりとか嘘言ったらいけんな。まだ発売されてない可能性もあるから。はい。2分38秒。ゴールドコトブキ賞かな。まあ3年以上ぶりということにしとこうね。よーし、楽しいな。でもこれ、いやー、ちょっと中級をやってみましょうかね。これか。はい、いきまーす。まあいつも通り椅子に座っていきますね。はい、チョメです。戻ってきました。だからこれ、1、2、3、4、5、5、25だね。覚えとかんやけん。はい。だからもう手持ちがマックスになったら、次は9個って覚えとか。バラね。なるほど。はーい。抜くことができんの？しかも一度花壇に植えた花は抜くことができんから。マジか。怖いな、それは。じゃあ、バラをね、やりましょう。バラはこれだね。この種類。これは違うね。だから、こういうのとかもこうやって破ればいいんや。時間ないからいいか。ちょっとこっち周りでやるか。じゃあ、バラだから。
あ、この辺で まだ手持ちがいっぱいになるかもしれんな。いや、また戻るのがめんどくさい感じになりそうな感じもするけどな。あった、バラ。バラは分かりやすくてよかったね。スズラン、なんか他の花だから。これパンジー、これはパンジーやな。パンジーは分かる。間違ってたらどうしよう。チューリップも分かる。あ、でもあんまないね、チューリップとか。バラでよかったわ。いや、これ地形が悪いわ、地形が。いや、そろそろさ、やばいんじゃない?これ。手持ちが。この、だからガチ勢の人はこの、何個拾ったらっていうのを、今実況してるからさ、頭の把握に入ってないけど、やるときだったら、最初、何個拾えるかとか、荷物枠とかも考えてやるからね。そしたら、入れ替えますかっていう、無駄な動きがなくなるから。とりあえずこれで戻ってみるか。そろそろだと思うんだよね。うん、これで戻ろう。一旦。一回字幕を出したらめんどくさくなっちゃうから。あー、どうなんだろうな、タイミング。で、9マス置けるところ。あ、よかった。ギリギリだな。これだったら、あと、いい感じや。1個は上んでええからさ。とりあえずこんな感じで植えます。1個は上んでいいっていうのは理由があってね。ここでね、6植えるからね。どうしても、あと10個拾えばいいからね。はい、あと10個。OK, OK. 順調や、順調。で、下だな。こっち。2、3、4、下の方行くか。これは違う。あ、これは何?あ、これもバラか。なんか違うっぽいんだけど、これバラかこれ。ちょっと見るか、もう一回。実況。あ、バラやった。なんか、ちょっと見た目が違うかと思ったけど、同じやったな。今のは時間ロスですな。よし。ちょっと何個拾ったか忘れちゃったよ。今喋ってたら。これは違うね。まあね、実況だからね、とにかく面白くなくても喋らんやけん。喋るんだ。ちょっと拾いすぎ注意、拾いすぎ注意。絶対拾いすぎてる気がする。ちょっと待って。2、4、6、ハート。OK!OK!10 個、10個。ぴったりだった。で、これも先ほどと同じでね、66で植えよう。はい。多分これが一番いいと思うんだけどね。最初9と6植えて、最後に6と4植える。こんな感じ。はい。だから上級だったら色とか指定されるんだろうな。はい。ゲーム終了。まあ、上級とかはオンラインでみんなとやるかもしれん。ちょっと今回は初級と中級をどんどんやっていく。はい、マックスですよ。ここ25。26秒。はい。ペナルティはなし。ペナルティがあったら秒数が引かれるんかな。あ、ペナルティも見せればよかったね、実況的に。ちょっとこれは実況者失敗ですね。だから一回ミスをしとけばよかったんよ、これ。はい。普通にやったら面白くないからね。下手くそプレイも見せないと。もともと下手だけど。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。